ら新クレア組、クレア組一番よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーい、アクション。想像してたより面白い映画いっぱい撮れて、これ席替えの映画だったよなって、スタッフさん一人一人のアイディアでどんどんチェンジが面白くなっていったのでよかったと思います。最初は結構こうちょっと分かんないこともいっぱいあったんですけど、スタッフさんの皆さんがすごい優しくていろいろ動いてくださったので、僕もその気が楽になって、そうですね、自分の撮りたい絵とかどんどんこだわることができました。皆さん本当それぞれ役へのアプローチが違ってて、それがすごい面白かったです。石垣さんとかは僕の好きな映画とかいろいろ聞いてくれて、撮影の時はもう僕の脳内で思い描いていた淳之介がそこにいるっていう感じで、そこはすごい驚きました。もうエスパーなのかな、スパイ映画だとかちょっとこう英国紳士が出てくるような作品の洋画ですね。監督が結構色鮮やかなっていうか、結構はっきりした演出がすごく好きな方だなと思ったので、そういった作品をたくさん見て役作りをしました。井上さんはもう存在がもうザ、もう美少女みたいな感じなので、そこで説得力出ましたし、同い年だからこそ本当にコミュニケーションも取れるし、普段の学校生活のこととこのチェンジの作品を比べてどうかっていうのをちゃんと話し合えて、そこはすごく新鮮だなと思いました。暴走する小田さんと高橋さんのフリンチがすごいいいバランスで、脚本書いてるときは結構ダサいおバカキャラみたいな感じで作ってたんですよ。なんですけど想像してたよりめちゃめちゃかっこよくなってて、二人でよかったなと思いました。監督さんがアイアム小田家っていう作品、なんかすごい変な作品なんですけど、なんか会った時にそういう作品すごい良かったって言ってくれて、感度がちょっと似てる、接しやすい、すごい変な気を使わずに思ったことをいい意味ですごい言えて居心地がいい現場ですね。今井さんも自分が描いた会長とキャラクターがこんな面白いやつだっけって思うくらいに面白い演技されてましたし、金井さんもさすがベテランって感じで良かったし、早見はもう最初から最後までうざいシャラをやってて、他の生徒役の人たちも脚本で書いてると、他の生徒としか扱ってないんですけど、実際に皆さんそれぞれの個性で動いてて、本当になんか学校感が出てすごい良かったです。本当に前田敦子さんにあんな役をやらせたっていうのは申し訳ないくらいにちょっとかわいそうな先生をやってくださって、そうですね、もう監督としか私は見ていなかったですし、シンクレア君自身もその位置をすごく楽しみながら、なんかもう当たり前に全うしてるなと思って、初めてには全然見えなかったで尊敬しました。年が近い分、いつも言えないっていうわけではないんですけど、こうしたいああしたいっていうのがやっぱりこうよりいつもより密にできたなと思いました。ここはこういう風に演じたいっていうのを本当にキャストの方みんなさんがそうやって言ってて、で監督も自分の撮りたい絵があるから流されないし、ここはこういう風に行きたいっていう強い軸みたいなものもあって、年下とかはなくいつもの現場の監督さんと変わらないなっていう、僕も刺激をもらいながら楽しくお芝居できたなと思います。良かった時にすごいこうグーってやってくれるんですよ。カット。これ出たら安心できるんですよ。倍嬉しいです、これが出たら。これも倍嬉しい。もう才能がある人って世の中まだまだたくさんいるんだろうなって、でそれをなんかこう今までだったら年功序列みたいな時代はあったのかもしれないですけど、なんかそれを経てっていうよりかは、そうやって突然に何かをチャレンジして何か形になってすごいものが作られたりとかっていうのがこれからどんどん可能になっていくんだろうなっていうのは、すごい素敵なチャレンジをみんなでやれてるんだなって思いました。これまではその実写作品とか、なんか監督のイメージがそのまま映像になってるってもんだと思ってたんですけど、今回本当に監督のイメージだけじゃなくて、本当にいろんな人たちがそれぞれアイデアを出し合って一つの作品を作ってるって分かって、
そこがすごい面白かったですね。エンドロールの一人一人の名前とかが、今考えると一人一人すごい人たちなんだなって思って尊敬します。チェンジぜひご覧ください。よろしくお願いします。チェンジ見てね。カット、カット。席替えを始めます。席替えで重要なのはどこに座るかだ。あの子と安全に話したければ。私の隣は面倒なことになりそうだ。やめ。何があったの？ちょっと喧嘩になって。チェンジ